久しぶりにね、ロコンの社長と話してね、やっぱ楽しかったのと、宮迫さん欲しいなと思いましたね。やっぱ宮迫さんと始まったプロジェクトだったんで、ロコンドって。俺は宮迫さんが大好きなんで、宮迫さんとはまたね、カムバック宮迫やりたいですね。カムバック宮迫はい。なんかちょっとそれやらないと、俺は嫌というか、まあもちろん宮迫さんはね、こうジルバーっていう自分のブランドやってたりとかするし、あとまあ牛乳場でやらかしちゃったんでね。ちょっと今、今ちょっとヒーロー信号どころか赤信号灯ってるとこなんですけど、まあでも、やっぱ俺は宮迫さんの面白さとか、凄さとか知ってるんで、あの人いないとやっぱね、僕の YouTube は盛り上がっていかないかなっていう。僕は YouTube 人生は MMA でもう欠かせない存在な気がしてるんで、今後もね、関わっていきたいですね。まあだから、今後も関わっていきたいと思っとうから、定期でネタにできるっていうのもあるかもしれない。じゃあ正直やっぱさ、もう関わる気なかったら腫れ物扱うかのように、もう名前すら出さへん。でもそういうの嫌で、怒ったことで、失敗しちゃったことは失敗しちゃったことで、僕はもうネタにしていってもいいかなと思ってるんで、だからまあそう明るくね、ポジティブに捉えて、前向きに捉えて、今後ね、宮迫さんでまた何か面白いことできたらなって思ってます。